こんばんは、かなたです。本日はですね、久々のお絵描き企画をやりたいと思います。今日描くのはですね、鬼滅の刃の煉獄さんを描きたいと思います。今劇場版も公開されてて、もうノリに乗ってる鬼滅の刃、興行収入が200億を超えて、200億の男煉獄さんって言われてるぐらい、今もう煉獄さんブームじゃないですか。以前の企画で炭治郎と禰豆子を描いてみたので、今回煉獄さんを描いてみたいと思います。全部1時間縛りで描いてたんけど、1時間やったらそれなりにね、描けるっていうことが分かったんで、今回は30分縛りでやりたいと思います。30分やとね、どれだけ描けるか自分でもちょっと分からんくて、僕の作戦では下書き15分、ペン入れ5分、いろいろに10分みたいな感じでやっていけたらなと思ってます。ちなみに今日は鬼滅の刃の T シャツを着てます。こんな感じで柱の T シャツですね。これさ、欲しくてネットで買おうと思ったら売り切れてたやつで、視聴者の方がね、送ってくださいました。本当にありがとうございます。煉獄さんを描くから鬼滅の刃 T を着てやりたいと思います。やべえな、煉獄さん髪の毛めっちゃめんどくさいな。あと24分か。やば、髪むずい。やば、焦るわ。煉獄さんはあれよね、眉毛と目を見すると多分かなり違う人になるから、むずいな。今10分経過、あと20分しかない。眉毛の角度かな、ちょっと凛々しさが足りん。うわー、今15分やん。よし、下書きはこんな感じで、あとは仕上げをペン入れでちょっと細かいとこは仕上げていこうと思います。あ、やばい、10分切った。赤いところをとりあえず塗ってきます。やばい、あと1分しかない。やばい、全然塗れてない。30分経ちました。30分で煉獄さんはここまで描けました。色が全然塗れなかったもう色をベタ塗りしただけっていう感じ。髪の毛の立体感とか輪郭の影とかがないから、かなりペタッとした煉獄さんっていう感じになっちゃったけど、僕の場合ね、30分だとこれくらいの煉獄さんになるという感じですね。もうちょっとね、しっかり塗りたかったな。ここまで来たらちゃんと全部仕上げたいから、後で最終的に全部仕上げたいなと思います。鬼滅の刃映画見に行った方も結構多いんじゃないでしょうか。僕も劇場に2回見に行きました。ツイッターでね、鬼滅の刃見に行ってきますみたいなことを書いたんですよ。そしたら、まあ皆さんのリップで、絶対替えのマスクとティッシュとタオル持ってった方がいいみたいなリップをいただいたんですよね。正直僕、まあ漫画全部結末まで読んでるから、ストーリーは全部わかってるわけやね。今回その劇場版でやってる無限列車編で、煉獄さんがどう戦ってどういう風になるのかっていうのはね、まあ、分かってたわけなんですよ。皆さんがもう絶対泣くからっていうシーンはね、もう分かってるわけですよ。ツイッターでさ、みんなのリプ見て、いやでも泣かんやろと思ってた。そんなマスクびっちゃびちゃになるぐらいまで絶対泣かんやろうし、普通に面白かったで終わると思ってたわけよね。いざ見に行きます、映画始まります、もう僕ボロ泣きもうガン泣きですよ、本当に。いやもうアホかっていうぐらい泣きましたね。いやー、なめてたね。漫画ももちろんめちゃめちゃいいんやけど、映像化されて音がついて声が入ってってなると、より一層臨場感とその感動と自分の感情移入がすごくてですね、もうめちゃくちゃ良かったです。単行本読んでない方も、今ね配信されてるアニメの続きなんで、漫画読んでなくても全然見れるから、今更なんか見るのもなーみたいなことを思ってる方もいると思うんですよ。アニメ10何話も見て劇場版行く時間ないよみたいな方もいると思うんですけど、アニメ見始めたらマジで止まんないっすから、晩ご飯さ食べながら1話ずつ見るとかでも全然いいと思うんですよ。ぜひ見ていただきたいですね。もうガン泣きしました、本当に
ガン泣きするとこはみんなね大体一緒やと思う。もう最後のね、最後のあのシーンですよ。煉獄さんってなるところ僕的劇場版鬼滅の刃無限列車編、ここが良かったよをご紹介したいと思います。まず何と言っても煉獄さんがめちゃくちゃかっこいい。煉獄さんは漫画の中でもめちゃめちゃ強いキャラ設定なんですね。まあその強さがどれだけ強いとかがまだ描かれてないわけなんですよ、アニメではね。まあこの無限列車編で煉獄さんがいかに強いのか、いかにすごいのかが分かると、ここが素晴らしいというところです。2つ目、アニメーションの本気具合がやばい。まあさすが UFO テーブルっていうところなんですけど、鬼滅の刃ブームが来て劇場版めちゃめちゃ期待が高まってるわけじゃないですか。その期待にもうちゃんと応えてくれるクオリティでしたね。こういうジャンプ系の漫画ってまあ戦うシーンが必ずあるじゃないですか。煉獄さんが戦う赤座っていうね鬼がいるんですよ、敵キャラクターでね。攻撃を始めるシーンとか足のシーンから始まるのがちょいちょいあって、攻撃を出し始める時に力むじゃないですか。その時に足が地面にガッてめり込む、そこからの瞬発力で技が出るっていう、あそこはねもうたまんなかったですね。鳥肌ですよね。鬼滅の刃は技を出す時にさ型を言うわけですよ。煉獄さんだったら炎の呼吸とかさあるわけなんですよ。静寂から技がバンって出るのもかっこいいんですけど、僕的に戦闘シーンの始まるあの足が地面にめり込んでからのバンっていうのがね濃いんですよね。あそこがね、赤座との戦闘シーンはもうこれはさすがだなという感じの見応えバッチリなので、劇場のでかいスクリーンであの戦闘シーンを見るのはいいと思います。3個目、豪華声優陣の掛け合いを見逃すなというところですね。豪華声優陣の方が揃ってて、煉獄さんと戦う鬼の赤座役石田さんなんですよね。有名なキャラクターで言うとエヴァのカオルくんだったり銀魂に出てる桂さんだったり、ここら辺をしてらっしゃるんですけど、敵役が出てきた瞬間に、まあ、石田さんの声なわけじゃないですか。もうそこで鳥肌ですよね。声優さんのインタビューで聞いたんですけど、アフレコの収録が自粛期間に入る前に撮られたみたいで、声優さんたちのねリアルな掛け合いでアフレコをされたというのをね見れるっていうところでは、僕的には結構見どころポイントなんじゃないかなと思っております。今後のね鬼滅の刃の展開どうなるんだと思っていろいろ考えたのが、アニメの2期がね決定してるみたいなので、アニメでまあストーリーを進めていって最後の戦いを個人的には劇場版前編後編でやるんじゃないかなと思ってます。そこでもう完結っていうところで、鬼滅の刃は結構短いスパンで 2,3 年後とかそれぐらいのスパンで前編アニメ化されて終わるんじゃないかなと思っております。鬼滅の刃終われるのがかなり惜しまれた作品ではあると思うんですけど、まあ、僕的には一番輝いてる瞬間で終わるっていうところに美しさをかなり感じるタイプなので、鬼滅の刃もう絶好調だよっていう時に最終回を迎えたっていうのは個人的にはすごい良かったなと思ってます。あとなんか鬼滅の刃のこの短さっていうのは今の時代にすごい合ってるんじゃないかなと思ってます。今いろんなさこう楽しみがあるやないですか。楽しいことがこんだけ溢れてる中、面白い作品を短い時間で読めるっていうんですかね、長い時間をかけずにコンテンツを楽しめるっていうのは今の時代にすごく合ってる作品なんじゃないかなと個人的に思っております。というわけで今回は鬼滅の刃の煉獄さんを30分で書いてみたをやってみました。またね、好評でしたら30分で書いてみたをやってみようかなと思ってます。